い。ということで、今回もやっていきたいと思います。次の回へ。さあ、次は8回か。おお、はや、いきます。地下2階に何かがあるんかな。なんかすごいもったいぶってね、地下2階ないけど。はい、8階、スタジオフロア。スタジオフロア。何のスタジオ？撮影？何かしらの撮影スタジオみたいな感じのとこなんかな。あ、着いた。あれはなんか、なんやろ。映画のフィルムみたいな感じ。あ、すごーい。すごーい。へえ、楽しそう。ね。いいね、いいね。この辺もなんかできそうじゃない？できんの？で、なんかプロペラが動く。大して動かせんかったわ。なんかテレビ映っとるよ。白黒や。お、すごい、なんか、なんやろう。この辺のやつは、あれよね。実体化することは。ん？これ回せるんじゃない？あれ？回せん。いや、いける！あ、フィルムが回り始めた。ここも、ん？なんか出てきたね。ん？何あれ？コイン？ここ多分、ブーイージで行くとこ。何これ？あ、もしかして。おー。あの、あれや、なんて言うんやっけ。宝石です。そう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 。宝石や、宝石。なるほどね。この辺なんか。おー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 、大量のお金。大量のお金。よいしょ。で、多分、ここも、グーイージで行くところなんじゃないかと私は思うのだけれど。いいよ。ですよね。なに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 、なんかめっちゃ動きよる。お、な、あの中を通ってまた戻ってきたの？はい、ルイージに代わって。あ、これなんかつけれる。テレビ。ついた？あ、ついた、ついた。あ、なんか電気流れ出したよ。え、なに？どうなったの？あれ。なんか足跡みたいなのある。電気が流れて、え、なんだ？どこだ？あ、あそこ、鍵が必要なんか。電気が流れた先に何かがあるはずと、いろいろ探し回るが、何も発見できず。でも、この線に何かあるような気がするんやけどな。なんかどんどん謎がややこしくなってきとると思うのは私だけか。私だけなのか。え、でもここビリビリビリって言ったけん絶対この線関係しとるよね。確実に。もう一回消してみるとか、消えるかどうか知らんけど。ん？なんかできる。ん？何？あ、これさっきの場所じゃない？最初のとこ。あのヘリコプター突っ取ったやつ。何？入っていくの？入っていくの？もしかして。入る。入ってったよ。おぉ、何？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 こっちのテレビから出てきた。え？え？こっちのテレビから出てきたよ。やっぱりあれめっちゃ揺れよんよね。え？なんて、出てきたけど、何か意味はあるのだろうか。ベタ？違う、もうちょいもうちょい。この辺か？これ。あ、これ鍵？鍵やこれ。こんなわかりやすく飾られてたのか。ずっとマップに出てましたよ。あ、もしかしてそこから、戻れたんじゃない？
いや、まあ、とりあえず、もう降りてしまったから。こっちから行こうか、普通に。ワープできるようになったってことかな、うん、テレビで。早速、ボスがおったりして、こういうとこって大勢そうじゃない?何?監督?ジョーノーズ。ああ、なんたる悲劇か。このジョーノーズ監督ともあろうものが大切なあれをなくしてしまうとは。何?大切なあれ。ちっぽけで何もできない映画監督。それが今の私の姿なんだ。こんな私にはこの美しいボタンの輝きさえ、今はただ色あせて見えるばかり。ヒューかな、あれ。ちょうだいそれ。あ、ちょうだいそれ。ああ、私の真っ赤なメガホンよ。お前はどこへ行ってしまったのだ。メガホンぐらいいいやん。あのメガホンを再び手にすることができるのならば、代わりに何を差し出しても惜しくはないだろう。あ、メガホンの代わりにボタンをもらうってことか。そういうこと。筆を忘れた画家、包丁をなくした料理人、そんなものに一体何の価値があるというのか。そう、メガホンを失った私などもはや何者でもないのだよ。なるほど、それを見つけてぽいと。そういうことか。私の存在にも気づいてないみたいやけど。さすがにそこは気づけよ。いろいろ物色しながら4と書かれた部屋へ。あ、ここにもテレビが。ついたよ。これもまたあれかな。ワープに使えるやつってことかな。お、ん?これこの場所じゃない?映っとるの。うぃー、なんか、で、雲が増えた。ね、この場所が映っとるよね。え、赤いメガホンや。え、速攻で、探せよ、ちゃんと。ルイージくん見るのじゃ。あれがメガホンに違いないわい。クモの巣に引っかかってしまっておるぞい。どうすればいいんやろうね。これお金なんかな?違う。さすがに違うか。なんかここさせそうじゃない?あ、てか、あれ宝石じゃね?ほら、ここさして、よいしょー。あれ?ちょっと待って、先に。あれ?あ、こっから。何?ルイージ君、どうにかしてあのメガホンを取ることはできんかの?クモの巣を燃やしてしまえば手に入れられそうじゃが。燃やす?燃やすの?え、その前にさ、え?何これ?手。ね、あの中の宝石取れないんだけど。この中の宝石取れないんだけど。あ、もしかしてグリージで入っていけるのか。あ、入れる。やった。イェーイ、二つ目の宝石ゲットー。よいしょ。んで?燃やすって言ってもな、どうやって燃やすんだ?これなんか関係あるかな?このカメラっぽいの。何もできない。とりあえずなんか、このテレビ、またワープに使えそうな感じが、するんやけど。なにこれなにこれなにこれ、なんかめっちゃ出てきたけど、なにこれ。え、なにこれ?ん ?S?S って書いてるわけじゃないんか?ん?あ、裏になんか落ちとる。いいよ。あ、ハートまであるやん。ちょ、待って。これすごい邪魔なんですけど。ちょ、はい。抜いて。はい、オッケー。ハートがなくなったじゃねえか。ほら、これ多分またね、ワープできると思う。でもこれ場所的にここよね。あれ?ここに出てきた。どういうことだ?え?
この場所に出てきたんだけど。ちょ、待って、別の部屋に、なんか燃やせそうなものはないの。ここも撮影スタジオ。それぞれの部屋のテレビをつけとったら、あっこに最終的にワープできるようになるってことかな。燃やせるものが欲しいんだけど、どうしたらいいっすかね。なんかこの辺、これ開かないの。よいしょー。はい。おうおうおう、おーっと。黄金のネズミ。待って、私さっきからめっちゃお金集めしよる。超お金集めしよる。なんかさっき、X ボタン。この箱か？え？違うぞ。なんかこの辺反応したよね。これ？え、燃えてる。なにこれ？グーイージが出現。なに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 ？え、なんか爆発起きたんだけど、何してんのこれ。なんか来た、なんか来た、なんか来た。誰、なに？え、お化け出てきた、いっぱい。これなんか撮影行われてるの？あ、動ける。え、でも、わはははははってヒエケしてくれよることない？いいことしよるやん、こいつら。火が必要だったのでは？水水、こっちにかけられたら困る。ね、いいことしてるのに止めるの？止めなくていいんじゃないかな。こっちにやらないでください。あ、やめて。水をこっちに撒き散らさないで。ちょっと待って。あ。これでいけるんじゃないでしょうか。あ、殴られそう。ん？全然吸い込めんくない？こいつら。あ、なんか帽子かぶっとる？帽子かぶっとるよね、なんか。それをひっぺがさんといかん感じ？痛い。おい、こら。ペカペカペキテテテテテ。それはどうやってひっぺがすの？ね、それはひっぺがせないのかい？帽子の外し方がわからないので、とりあえず、先に消火器を奪うことに。痛いから。よいしょ。とりあえずこれで全員分。何をどうすればいいんやろ。私が消火器を取ればいいのか。あ、取れた。やった。これで。なるほど、何回も何回もやったら取れるのか。もうちょっと、もうちょっと、もうちょっと。よいしょ。いや、よし、いいぞ。お、君も、君も帽子が取れている。あー、ちょっと待って、待てよ。おい、お、来い。これは撮影なんだろうか。なんだか全くわからない状況だけれど、へい、はい。とりあえずこの辺のものを、あれ、取れない。てい、痛い。ちょ、このヘルメット、やめてよ。いた。グイージ何回でも復活できるからめっちゃいいね。はっ、ふ、避けやがって。帽子どこ行った？てい、あ、抜けた。よっしゃー。さあ来いよ、君で最後だ。よっ、はっ、ピア、よっ。ふぅ、でもせっかく火を消してくれよったのに、なんか私が悪者みたいに。なに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 、怖いんですけど。
何やってくれてんだってことかな。待って、背後に回らんといかんよね、これ。ちょっと待ってね。よいしょ。あれ吸い込めないんですけど。どういうことだ。いて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 。なんで吸い込めない。あ、吸い込めた、吸い込めた、吸い込めた。よいしょ、よいしょ、よいしょ。しゃー、投げまくるぜー。ここの消火栓をどうにかすれば水は出るんじゃないか。あ、くそ、ダメだ。うー、怖い。もうなんかぷくぷく泡が出よる。ってことはあの辺からも水が。よいしょ。はい、オッケー。やったね。ね、最後に水出した方がいいって。この辺、なんかできるんじゃないの？できないの？何もできないのか。ルイージ君、このセットには火があるぞい。この火を使えば蜘蛛の巣を燃やしそうじゃぞ。じゃが火を別の部屋に運ぶためには何かが必要じゃの。何が必要なの。火をつける何かを探して1の部屋に。このテレビをつければいいんじゃないかな。よいしょ。あ、ここなんか開けれそう。ちょっと待って。はい、よいしょ。お金か、ここも。で、ここもカメラ覗いたらなんかあるんじゃないかな。なんかアヒル。よいしょ。なんかすごいな。で、ここにもグイージ出現？何をどうすればいいんやろ。ん？どうなったの今、アヒル落ちたよ。いいよ、それ。幽霊で出てくるんやないか。あー、なんか来そう。なんだ、誰だよ、おい。なんかよくわからんけど、何、どうすればいいの、これ。なんか、誰だ？ん？なんかメガネかけたおじさん？ね、そのメガネ取れん？あー、やばいやばいやばい。なんなんやろ、どうすればいいんやろ。攻撃。なんか特に何もできなさそうやな。何かを渡すの？そういうことではなく、頭に、あ、違う。は、あれ？なんかもっと周り。なんなの、あの人動かないの。サングラスをかけた佐村浩一、元井貞子もどきに何かできるかと頑張るが、何をしていいかわからず。これを出現させただけかな。別になんもないね。ここにあるのは水か。じゃあ他のスタジオ行きますか。二つ目のスタジオに行けばいいかな。二番の部屋。ここ何やったんやろな。よくわからん。こっち二番？いやね。お、ここはなんか入ってすぐ。テレビあったあったあった。よいしょ。とりあえずテレビつけといて。イエーイ。ん？なんか持った。何あれ何あれ何あれ、なんか吹っ飛ばしたんだけど。で、ここも、なんかここ雪降りよるよ。あ、あれ松明じゃない？あの辺の松明ゲットできたら強い気がするけど、でもあんなとこまで行けんかな。てか松明あったらこの火必要ないよね。え、これはどうすればいいんだろうか。これなんかできるんじゃない？なんか成長させるみたいなのないの？じゃ、なんかあの、ん？これは何？違うんだよ、お金とかじゃなくってさ、もっとなんかないんすか。トーチのある建物の下の植物が怪しいと思いつつ、やり方が分からず困っていると。ルイージ君見たかね。
トーチがあるぞい。あれを使えば火を持ち運べるはずじゃ。トーチをゲットするために、あの塔の上に登る方法を考えるんじゃ、ルイージ君。なるほど。こっちのセットの中でいけるかな。塗っていけばいいかな。この辺なんか、またお金かよ。てか、なんか思ったより狭いな、ここ。なんだ。カメラの外と中、ひとしきり探して出した結論は。やっぱりこの部屋だけでどうにかしようとしてもダメなのかな。何かが必要とか。てか多分、あの植物を育てんといかん気がするよね。そのためのね、グリーンのところやったんやない？ヒントみたいな。なんかバケツゲットしたんですけど。このバケツの中に水が入っとるとか。え、ちょっと待って。どこやっけ？さっきのあの水がいっぱいあったとこ。あれ？ここじゃな。ここから選んでいける？これ井戸。ここからじゃあ行こう。おー、なるほど。テレビ経由やったら、アイテムを運べるっぽい。どう？これで水、入ったんじゃない？入ったけど、もうなになに？ルイージ君、井戸があるぞい。バケツがあればこの水を持ち運べるんじゃないかね。植物の面に水をあげてやれば、ニョキニョキと伸びてはしごのようにならんかの。だから持ってきたんだよ、私。これどうやって引き上げたらいいの？ね。バケツを引き上げれないんですけど。バケツを引き上げることができないんですけど。どうしたらいいですかね。この中じゃないとダメとか。いいよ。これで、どう？バケツはどうなった？またあれやろ？変なおじさん出てくるんやろ？あ、バケツ、ありがとう。女神様に見えてきたよ。はい、そのバケツです。あれ？どうやって受け取ったらいいの？これで戻ったらいいんかな？おるやん、そこに。おるやん、そこに。ちょっと待って。よいしょ。これで、吸い込めばいいんかな？これで受け、あ、ありがとね。ありがとね、もらった。ってことで、これで、ここか、塔。植物があったところ。目の前で人がめっちゃワープしていくのに、全然気づかずに泣いてる監督。あ、これって、伸ばせれる？っていうか、これは、どうなん？とりあえずそこに置いておいて、で、またこっちの世界でやったらいいんかな。あ、バケツある。バケツちゃんとある。どういう感じで、これが始まりよんって感じやけどね。カメラを覗くだけで。どういう原理かはよくわからんけど、とりあえず。よいしょ。はい。なんかお化け出てきたよ。なんかお化け出てきた、お化け。な、剣持っとるし。はい。剣持っとるけど全然関係ねえ。は、せい。よいしょ。いけ。はい。全然弱いじゃねえか。イエーイ。よし、ちょっと待ってね。怖い。なんか破壊されたんだけど、ストーリー進んでる。ちょ、やめて、やめて。なんかお化けまた出てきたんだけど。これ。取れた、取れた、取れた。痛い。おい、お前ら。よし。君は普通に吸い込めるやつだね。
おしゃー、ヘイ、ペア、よし。お、君らの盾もなくなったんか、さっきぶつかった弾みで。よし、あ、まだおる。まっ、キャー、やめて、笑いやがったな。ヘヘ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 ヘ、よっ、よっしゃい、オッケー。んで、ま、あ、そっか、もう戻っていいんかな。これで、ちょ、そこのトーチをゲットして、え、トーチゲットしたけど火消えとるやん。あ、これであの火事現場に行くってことか。よいしょ。いろんなところをいろんなところ点々としていかんといかんのよね。めんどくせ。めんどくさいとか言わない。で、この火災現場に行くと。よいしょー。で、多分これをその辺にポイッと置いといたら、またこっちに出てくるはず。はい、あったあった。うおー、爆発した。爆発した。でもこれでトーチに火をつけて、え、なに、え、なに、足元水とかあった、もしかして。でもトーチに火ついた。これで戻ると、そのトーチを、ちょっと待って。そのトーチをこちらへ。やったー。で、クモの巣のところに行けばいいのか。ちょ、待って、怖い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 。いろんなものを破壊しそうで怖いわ。よし。はい、これでクモの巣を払いに行こう。ふー、やっとだよ。あ、燃やしたんかな、今、もしかして。さあ、これで？あ、そういえば、ここ覗き込んでないね。とりあえず、これ置いておいて、ここはどんな感じなんやろ。ちょ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 。はい。なんか、トイ・ストーリーの世界みたい。この中で、ペタッとやって、よいしょ。この中ならできるんやね。ういー、やべー。ちょ、待って。はい。払う、払う、払う。蜘蛛の子を散らす。まさに。お、よいしょ。とりあえず、お金も、お金も大事だから集めておく。からの、メガホンゲット。やったよ、ゲットしたよ。ってことで、はい。はい、メガホンゲット。さあ、戻るか。よいしょ。ねえ、メガホンだよ。メガホンだよ、これ。どうよ、あの、メガホンです。オッケー。じゃあ、ここはもう、穏便にくれるってことかな、ボタン。違うの？戦うの？え？君、ちょっと待ちたまえ。そこに止まるんだ。止まってます。よく見ると、君はなかなかいい顔つきをしているではないか。ありがとう。それに体格も。うんうん、悪くないぞ。はい、何？映画の主演に。最高じゃないか。スターの素質を感じるぞ。おお、私の造作意欲がかきたてられていく。さあ、こっちへ来るんだ。撮影を始めよう。スタッフはいるか？それぞれの配置につくんだ。なんか新たなスタジオが。あ、なるほど、そこ5番スタジオなんや。新たなところなんやね。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。
いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。なんかあれはね、穏便に行けるかなと思ったけど、撮影という名のなんかアクション系とかになりそうじゃん。結局戦うのかな、あの幽霊と。